皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日は水の塔周辺のポケモン探索しに行こうと思います。ここってもうここは入れるんだ。ああ、もういないんだね。ということは一度上がった時にウーラオスに進化させなくてもその後でまた来れる仕組みになってたのか。一度しか入れないものだと思ってたので驚きです。特に何も落ちてないみたいですね。あってもいいような気がするんだけどなさそう。なかなかに立派な掛け軸だ。すごいな。特に何かあるわけじゃなかったですけど、掛け軸のところまでは普通に来れるんですね。知らなかった。落とし物とかあるのかなってちょっと思ってたんですが、入ればするけど特に何も落ちてないですね。光ってるのもないし。へえ、こんな感じになってたんですね。近づくと初めて上がってきた時ってそのまま戦いに行かなきゃいけなかったんでちゃんと見れなかったんだけど、意外と大きい、いろいろなものが大きい。運んできた人はきっと力持ちなんでしょう。ということで1回入ってきちゃいましたが探索に行ってみましょう。今見えてるのだとペリッパーが飛んでる感じにはなってるんですが、ね、海岸のところに確か、あ、いたいた。はい、ヒトデマンとかスターミーとか確かいたので捕まえていきます。ちなみに先ほどちょっとね図鑑見てみたんですけど、森あたり中心にポケモンが出てたからこの辺のやつ捕まえてもまた変わらないかもしれないけど、もしかしたら変わるかもなのでゲットしていきます。いや、早く鎧島図鑑全部集め切りたいですね。ヒトデマン、ヒトデマンのシールド側の図鑑です。星型ポケモン。魚ポケモンについばまれるが体がちぎれてもすぐに再生するので気にしない。気にしてお願いだから気にして。痛くないのかな。軟体動物痛くない？いや、そんなことないよね。ちょっとは痛いんじゃないかなって思っちゃうんだけど、そんなことないのでしょうか。意外と怖かった。いたいた。1匹くらいだけいるんだよね。スターミー。ではクイックボール。クイックで取れたらすごく楽だからお願いしたい。ダメだった。どうしよう。硬くなられてるからどうしようかな。硬くなってるんだったら今一つぐらいだったらいける気がするんだけどな。でもちょっと100レベなんだよね。どうしよう。あ、全部100レベ。やっぱコバルーンにするべきか。ボルトチェンジは使っちゃいけないと思うので。いやー、困った。とりあえずでも耳打ちかな。ここは水鉄砲。多分峰打ちが一番いい気がする。剣使うとタイプ1だから結構怪しいし。あ、峰打ちでもこれだけ入る。3回ですね。硬くなる使ってて、これだったら硬くなってなかったら半分ぐらいまでいけてるんだ。思ったよりも防御が低い。ここだって峰打ち物理ですもんね。よし、投げよう。何がいいかな。水ポケは水に入れるべきかもって思うんですけど、先にハイパーだけ投げてみる。お揺れた。一発じゃないか。ありがとうございます。入った、嬉しい。はい、次シールド側スターミーの図鑑です。ヒトデマンちょっと怖かったけど、スターミーはどうなってるんでしょう。謎のポケモン。まあそうだよね。体を公転違った高速で回転させて海を泳ぎながら小さなプランクトンを吸収する。怖くなかった。生態についてでしたね。コダック、ゴルダックはもう先にゲットしてるのでコダックが後になっちゃいましたが、どっちも出てるとは嬉しい。とりあえずのクイックは6個しかないから、また買いに行っとかないとですね。これはコダックゲットだぜ。レッツゴーシリーズ遊んでたのでコダック、ゴルダックは結構見てましたけど、今作だとゴルダックは見たけどコダックは多分ね初めて見たかもしれないです。ストレスがたまると頭痛がエスカレート、強力な念力機で周りを圧倒する。まあ、いつも頭痛い感じなイメージだよね。確かに。で、奥にコイルがいますね。ここなんか草タイプとかそういう感じじゃないんだ。はあ、またお姉さん発見しちゃった。ここにも出るんだね。ちょっと穴掘りお姉さん後で来よう。マリアナ可愛いな。コイルを捕まえましょう。もしかしたらレアコイルもこの辺いるかもしれない。コイル、クイックボール、あ、来る。おお、連続。コイル色違いの子持ってるから動かしてこようかな。多分ホームに動かしてある気がするんで、今後連れてきてみようかなと思います。磁石ポケモン、電気を食って生きている。左右のユニットから電磁波を放射しながら空を飛ぶ。磁石のところから電磁波出てるってことですよね。レアコイルはいないのかな。コダック、コイルがいて、ああかわいい、出会った。かわいすぎる。出てんね。かわいいね。メスで出んね。あ、これも来るかもしれん。ででんね。来たー。幸せですね。あとこの辺水タイプもいるけど電気も近い。不思議なとこですね。同じとこにいるなんて。ででんねです。アンテナポケモン、電気を生み出す力が弱いのでコンセントや他の電気ポケモンから盗むのだ。もしかしたらコイルから盗んでいるのかもしれないってちょっと思っちゃいました。いるとこ近いし。で、レアコイルいないかな。ラッキー結構見ますね。レアコイルはなんかいない？進化させるのかな。いないね。お、こっちにも出てんねがいる。おお、びっくりした。とりあえず落とし物を拾いましょう。見回してみてもいないね。レアコイル、これ何これ。あ、これデデンネかな。デデンネっぽいね。ですね。ここにも出るんだ。もしかしたら、あ、モルペコもいる。かわいい、かわいいの来た。待って、かわいいの来た。うわ、この3体いるのかわいいぞ。何これ、幸せ。ほら、これなんでここ幸せなんでしょう。まあ、とりあえずなんですけどレアコイルはいないからコイルを育てた方がいいかなってちょっと思いましたね。もしかしたら日中とかは出るのかもしれないけど、この時間帯だといないっぽい。いそうなイメージなんですけどね。人さん、この子捕まえてた気がするけど。マリル多分ね捕まえた気がするな。うん、いますね。とりあえず図鑑なので1匹だけにしておきます。レアコイルはいないということで、あ、間違えた。穴掘りお姉さんのところに行ってお願いしてみましょう。もしかしたらいっぱい掘ってくれるかもしれない。こんにちはお姉さん、こんなところで会うなんて。1個差し上げたい気分。ちょっとやりましょう。前回はね、失敗しちゃったから、もしかしたらうまいこといけるかもしれないので、これで2個。あ、家にしちゃった。あ、間違った。B ボタンを押した私。まあいいか。まあ2個はゲットですね。ありがとうございます。ここにも出ることが分かってよかったです。そして、今日はまだ大キノコ狩りに行っていないので、大キノコがあるかもしれないところにちょっと行ってこようかなって思います。あるかどうかは分かんないけど、レイドもちょっとやったし、もしかしたら生えてるかもだよねと思うので、行くだけ行きます。やったー、あったー、嬉しい。1個しかないかな。洞窟とか森を見る方がいいと思うんだけど、ちょっと他のところも回ってみましょう。もしかしたらあるかもしれない。どうしよう、大キノコ見つけに来たら、なんかいた大キノコを探しに来たのにペンドラーに会うっていう、まさかのここで。これ天候なのかな。ちょっと霧っぽいんですよね。入ってほしいんだけどな。うわー、ダメかーダメなのかー、どうしよう。いや、変えた方がいいよね、多分ね。まあ、とりあえずコバルオン。よし、うまく決まらなかった。これは捕まえておきたいけど、ちょっと命中がな、速さも速いしな、心配だな。あ、大丈夫そうですね。もう一回だ。ベノムトラップ、うまく決まらなかった。興奮な感じ。よし、じゃあ取りましょう。いや、何がいいんだ。ハイパーでいい。なんかダークボールな気がしてるんだけど、そんなことないかな。わ、素直に取れてる。ありがとうございます。初めてペンドライ見ました、ここで。はい、ペンドラー。メガムカデポケモン。縄張りをめぐり、丸ヤクデと激しく争う。負けた方はそのまま獲物になるのだ。マジか。丸ヤクデでしょ。なんか不思議な感じですね。毒タイプと炎タイプでやり合うんだ。すごいな。で、今ちょっとね、森の中探索してるんですけど、大キノコはなさそうかな。やっぱり今日はあの1個だけだったのかもしれないです。見たことあるところに行ってるんですけど、ない感じがする。奥の洞窟にもね、ちょっとこの後行ってみようかなと思います。多分霧だから出てるのかな。なんかそんな感じがしますね。うん、条件があると思うんだけど、これ曇り？今日の天候何だったんだろう。ここ霧？曇り？あ、曇りだ。違うね。晴れのち曇り？あれ、なんか忘れちゃった。何でしたっけ？晴れてもないけどみたいな感じだったよね、多分。とりあえず奥の洞窟まで行きますか。ちょっと湿気があるのかな湿気があるのかな。で終わらせようとしちゃった。こっちはね晴れなんですよね。おお、とりあえず大キノコみたい。この人を話しかけると飛べるようにしてくれる。おお、こんなところにトレーナーとは珍しい。私初めて話しかけたんだ。俺は掘り出し親父。掘り出し兄弟知ってるか？あいつらのパパさんだ。パパ若いよね。鎧鉱石って持ってるか？持ってますね。初回サービスやってみましょう。今日はお姉さんのところで鎧鉱石2個間違って B ボタンを押しちゃったからやってもらえるのは嬉しい。いや、なんかだいぶ掘れる。え、ワットバリバリなんだけど。え、もうちょっといけるんじゃない？初回サービス。終わったってなったらもうなくなっちゃうわけじゃないのかな。来た！ありがとうございます。嬉しい。で、この中に大キノコがあったらもっと嬉しい。ないかもしれないけど、とりあえずは見ますよ。ないかな。なんかなさそうな気がする。ないね。うわ、なかったかー。うまい、私。しょうがないですね。はい、ということで、今回はチャレンジビーチのポケモンを集めて、その後大キノコを借りに行ってみました。なんかいろいろ追いかけられてるので、このまま終わっていこうと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!